皆さんこんにちは。今回もですね、スプラッグサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して、査定中切りのチームを作る。どんなチームができるか完全に運しないというね、非常に面白いモードになってます。はい。まずね、はい、アルジェリアのスンニですか。よく知らないです。はい、岡崎選手がいますので、伊東純也ですね。で、ガレス・ベイル。はい、ベイルがいますね。ベイルね、ちょっとレアル・マドリードで今、危機を迎えてますが、本来ね、左の方がやっぱりドリブルがね、うまいのですかね。はい。ただね、レアルでは、クリスティアーノ・ロナウドが左にいるんで、右もやってましたね。はい。どっちもできると思います。はい。で、伊東純也、まあ右の方がいいですね。はい。で、チアゴ・シューバー。誰これ？シューバーですよね。あ、そうですね。はい。ブラジルのね、アンカーですね。はい。で、ナイジェリアのアンカーと。で、コスタリカのアンカーですね。で、はい。あ、この人もいる。はい、メキシコのね、ディエゴなんとかですね。はい。どうしようかな。まあ、これでいいか。あ、プレッシング高いなぁ。高いですね。まあいいや。はい。あ、塩谷もいるのか。はい、塩谷も入ってますね。で、オランダの選手と、この人も強いですね。サールバック、アンカーですね。はい。で、ウルグアイのね、キーパー入ってますね。で、はい、遠藤航る、アルジェリアのセンターバック、川島、アルジェリアの選手とセンターバックですね。はい。まあね、キーパーは、ウルグアイの人、この人ね、非常にインターセプトとプレッシング能力、ディフェンスジャンプ力と、まあ、レベルの高い選手なんでしょうね。はい。で、遠藤航がいますね。もう一人。どうしよう。いや、この人か。うん。そうですね。この人もったいないですね。誰か、センターミッドフィルダーぐらいできないのかな。できないですね。うん待ってよ。まあ、岡崎をやっぱりここにして、あ、そうか。いや、ドリブルがあるけど。はい、ダブルやりますか。岡崎やっぱりね、前で使いたいですね。本当にゴール前にいることによって最大限の力を発揮する選手ですね。スピード。まあ、わざわざここを落としたくないですね、ディエゴ。強いですね。強いと。いや、ここね、硬いですね、この辺。うん。で、塩谷、サイドで使ってみますか。カウンターの力あるんだよね、でも。はい、誰か、どっちかをね、サイドのダブルにするような形で、使いたい。塩谷がね、非常にユーティリティさ高くて、センターバックディフェンスミッドフィルダーから、ウィングバックまででかい。はい。こうしますか。で、まあね、こんな感じで、はい。ですね、ここですね、伊東純也と、塩谷、遠藤航と、この辺ね、ちょっとコンビネーション組ませて、特に、伊東と塩谷のね、サイドダブルですね、右サイドダブルと、はい。で、まあ、岡崎が対角線上にね、岡崎狙いのクロスを伊東純也か塩谷が上げるっていうね、そういう感じの、多分ね、戦い方になると思います。はい。これで見てみます。で、左ガレス・ベイルですね。まあ、ベイルね、低めの位置でも、ここでもここでもね、ここでもどこでもいいですね。まあ、ここにして、サイドバックやってみるか。あ、それはないか。はい。ヘディングあるんだ。そうだ。ガレス・ベイル非常にね、ハイヘッダーなんで、まあ、ここに配置することによって最前線にどんどんね、飛び込んできてもらうと。はい。相手はアルジェリアを引いてしまった。はい。ちょっとね、このフォーメーション試すには、アルジェリアではね、不足ですね。はい。ここ、ベルの力でもういっちゃいますね。はい。昔のね、プレミア時代を思い起こさせるようなダイアゴナルドリブルで、一人で点を取ってくれましたね。まあもうベルがいるだけでね、アルジェリアは終わってしまうんですよね、本当に。はい。はい、伊東純也、スピードありますね。はい。いつもの角度ですね。はい、これも1点と。伊東純也ね、足が速いだけじゃなくて、スプリント回数も J リーグナンバーワンということでね、本当に、頼もしいですね。はい。交代オプションとして入れておきたいぐらい。はい、また伊東ですね。はい、ファー狙いましたが、アルジェリアのね、ナイスキーパーに阻まれましたね。アルジェリアね、アフリカチームなんで、やっぱりね、あ、そうそうミスです。わー。はい。キーパーも身体能力高いんですかね。まあ、アルジェリア、2014年に非常にワールドカップ躍進したチームでね、その時の監督が、どっちでしたっけ？アギーレか。はい、アギーレ監督ですね。名称たるゆえんですね。はい。強力ですね。非常にね、キック力もあって、まあね、最近では、シュートもね、昔はゴールにパスするようになんて言われましたが、最近は威力もね、だいぶ重視されて、はい、岡崎の反転シュートで1点ですね。まあ、その辺はね、データサッカーの賜物ですね。やっぱり、威力を強く打ってしまえば、キーパーはね、取れないですからね、取る確率がぐんと減ると。はい、またね、強めに、ニアを抜いて1点です。もうベイルハットトリックですかね。はい、ハイプレス岡崎も効きます。まあね、岡崎、最大の魅力は、まあ、レスター時代の岡崎ですけどね、はい。まあ、飛び込む力もありますけどね、もうなんといっても最大の力は、魅力はその、プレッシング能力と、はい。バーディーのね、最高の相方と言われてますね、5-0 です。はい、岡崎が行きます。はい。いや、待って、そこを取られると。はい、チアゴシーブありがとう。はい、ベールがボールを持ちました。で、同じパターンですね。はい、強烈なシュートで1点ですね。ベールね、非常にキックの精度も、持ってますね。はい、ボレーシュートなんかもね、バンバン決まって、単に足が速いだけじゃなく、非常にね、特にキックの精度ですね、ポイントで合わせるシュートも持ってるというね、本当にワールドクラスの選手だと思いますね。ただね、難点は怪我が多いと、それだけですね、本当に。はい。わあ、怪我なければね、本当に、クリスティアーノ・ロナウドを置いて、バランドールを取っていたかもしれない、そういう選手ですね。本当に怪我でね、レアル・マドリードの所属クラブでの立場も危うくなってしまいましたし、いろいろね、崩れちゃいますね、本当に。はい、キャリアもだいぶ、無駄にしましたからね。サッカー選手の怪我っていうのはね、本当に、恐ろしいですね。うわー、流れた。はい。ここ、ベールどこにいるんだろうな。ファー狙ってみるか、一回。わあ、ダメか。ダメですね。今の良くないですね。キーパーがキャッチングできるところにね、蹴っちゃうと。はい、チガシューバの、ドリブルでアルジェリアの真ん中をね、スパッと切り裂いて。うん。ああ、ダメだ。はい。もう別のゲームになっちゃいます、本当に。はい、ベールが1人いるとね、アルジェリアくらいのチームが相手だと本当に、ゲーム性がだいぶ壊れちゃいますね。はい、岡崎から、うわー、強い、ここ強い。うん。はい、ベールいますね。これはクロスいってみますか。2空いてんな。はい、岡崎のナイスヘッドですけど、残念ながら得点には至らずと。はい、というわけで 8-0 ですね。ちょっと、ベールムースになっちゃいました。右誰ですかね。右、あ、伊藤か。伊藤とそうだ、塩谷のダブルにしたんだ。忘れてた。はい、右使うの忘れるぐらいの、左一辺倒になっちゃいました。すいません。で、遠藤航もいったのか。はい。もうね、相手、やっぱりね、これフランスなら、なかなかベールのドリブルも決まんなくてカンテとかいるんでね。あるいはドイツならケディアがいるんでね。右を使うことになると思ったんですが、今回はアルジェリアだったんで、ベールでね、終わっちゃいましたね、ゲームが。はい。左の伊東純也、ウィングにして、サイドミッドフィルダーに塩谷ですね。で、遠藤航を、センターミッドフィルダーに配置するというね、非常に面白いトライアングル試したんですけど、使い忘れたと。でね、隅に入れて、岡崎慎司ですね。はい。岡崎も良かったですね。まあ、ただボールキープがね、ちょっと、そういうタイプではないんですけどね、前に裏抜けとか飛び込んだりとか、あとハイプレスですね、はい。そういうね、ゴール前のゴタゴタが大好きな選手なんでね、なかなかターゲットマンではならないですね。それで真ん中あたりにしたんだっけ。まあね、この辺ナンカーラインもほとんどね、出番なかったですね、今回は。誰だっけ、もう忘れちゃいましたね。非常にね、強力なメンツが揃いましたね、そういえば。そこはね、良かったと思います。はい。というわけで、まあ戦術的にね、ほぼガレス・ベール一辺倒と、はい、内容的にもガレス・ベールの試合になっちゃいましたね。まあそれはしょうがないですね。はい。まあね、こういう風にね、本当にバロンドールを取るような選手は一人で、ゲームを破壊するというね、その力がありますね。ガレス・ベルしかり、メッシしかり。まあね、クリスティアーノ・ロナウドは周りのサポートがあって、初めてね、大きなことを成し遂げるタイプの選手ですね。はい。メッシはね、動き的にもう引いて戻ってくるっていうね、ボールが前に出てこないときはもう中盤まで引いて戻ってきちゃうんで、そういうね、ゲームメイクの役割もやる選手ですね。はい。ロナウドやベルはそういうことはしないですね。ベルは非常にね、足が速くて、ロナウドとどちらが速いかと言われるとわからないですね。五分五分ぐらいですか。ヘディングの高さもね、非常にありますね。多分それはロナウドの方が飛ぶと思うんですけど、まあ一時期はね、リーガスペインリーグでね、本当に、リーグ1位、2位にね、2倍くらいのヘディングシュート率の差をつけて、リーグ圧倒的1位とね、クリスティアーノ・ロナウドも上回る、本当にハイヘッダーで、ゴール量産してた時期がありますね。そういう選手ですね。ただ、やっぱりね、ガレス・ベイルは本当に超人的な能力持ってますが、シーズンの半分、もうキャリアの半分ぐらいね、もう怪我で、リハビリに当ててるって、ね、そういう印象がありますね。はい。本当に不運ですね。そうなってしまう選手っていうのは、まあね、初代というかね、一昔前は、イングランドのね、マイケル・オーウェンですが、はい。あの人もね、本当にスピードタイプで、とにかく足が速い選手でしたけど、怪我をね、多発してキャリアをほとんど終わらせてしまったというね。はい。まあ、あと日本人でね、ハゲるのはちょっと酷ですけど、宮市亮選手ですか。あの人もね、スピードタイプ、足がね、非常に速いタイプで、ただね、筋肉系の故障と、あと、前十字もやってんでしたっけ、宮内選手ね。はい。本当にね、もったいないですね。もう一人ね、まあ、言わずと知れた内田篤人選手ですね。この人も足が速い、俊足系のタイプですね。内田選手はね、筋肉系の故障ですね。はい。太もも両側やってますね。最初ね、確か、どっちか忘れちゃいました。右だと思うんですけど、太ももの筋肉やって、で、それね、かばやしみたいになるんですね、怪我すると。それで、左もね、同じようにやってしまうと。同じ怪我ですね、確か。はい。まあ、これはね、かばやしということ以外にも、もともとね、右がなるってことは筋肉的にそういうね、動き的にそういう素質を持ってるとか、素因をね、持ってるってことなんで、人体っていうのはね、まあ、特に、筋肉じゃないの、なんだろう、神経系の損傷みたいな、損傷というかね、特徴みたいなのは、体にね、左右対称に出るんで、右がね、そうやって、故障してしまうと、左もそのリスクをね、すでに抱えていると思った方がいいですね。そういうことで、右左同じようにやってしまうと、そういうことがありますね。はい。これはね、もう、今挙げた選手、全部、右左両方やってますね。はい。でも、やっぱりね、足が速い選手ですね。で、特徴は、そういう故障するのはね、はい。足が速いっていうのは、ね、筋力の話ではないですね。股関節の、回転数っていうのが、まあね、ピッチに、足のね、走るときのピッチ数ですね。だから、歩幅ですか、1秒間に何足刻めるかっていうね、はい、そこに影響してるんで、そういうのは、まあ、股関節の柔軟性とかもそうですけど、神経系の発達もね、大いにありますね。幼少期に、まあ、運動習慣で、まあ、足が速い人はずっと足が速いと思うんですけど、そこでね、さらに鍛えられて、神経がね、発達するんですね。神経が発達すると、筋肉の動きがね、非常に速くなると。まあ、これは、音楽家だとね、よく、ピアノのね、奏者だと、わかると思いますが、大人になってから練習してもね、上手くならないですね。有名なピアニストは必ずね、幼児期から、厳しい練習積んでますね。ああいう指の動きは完全に神経系のみなんで、そういう発達はすべて、幼少期に完成してしまうと。でね、まあもちろん、上げなきゃいけないのはメッシ選手ですね。低成長ホルモンみたいなの打ってると思いますが、低成長ホルモンじゃない。あれですね。成長ホルモンですね。はい。低身長症候群ですか。はい。身長が伸びないということですね。昔、中学生で、確か途中までね、本当に140センチ台でね。ただね、それが何がわかるかというとね、今の進撃の話じゃないですけど、体が小さい時期の方が、そういう進撃はね、発達するんですね。体大きくなるともう急激にしぼんじゃってね、大人になるともう本当に、幼児期に3ヶ月練習すればできたことを30年練習してもできないっていうね、そういう神経系の発達の本当に頭打ち状態が来ちゃうんですね。メッシ選手は低身長症ということでね、その身長が低い時期が長かったんで、その間にね、神経系をより発達させる余地があったというふうに考えられますね。はい。なのでね、異常な足の回転数と、足の振りも非常に速いと。あとね、ボールコントロール、足のフットワークですね。はい。ああいうのも、そのね、影響があるのかもしれませんね。ちょっと話がそれすぎましたね。今回は、これぐらいにして、また次回ね、シャッフルモードですね。はい。ちょっとね、やっぱり相手がね、拮抗した試合を演じた方が、フォーメーション的にもね、面白みがあるんで、また、新たな相手とやっていきたいと思います。それでは今回はこれぐらいで失礼します。